黒三角ランナーの上田瑠衣です。トレイルランニングは、まあ、簡単に言ってしまうと未舗装路を走る、ランニングですね。まあ、主なフィールドとしては、こういったね山の中の登山道を使うことが多いんですけれども、海外ではね砂漠の中を走ったりだとか、まあ、砂浜だったりとかね、そういったところを走るのを含めてすべてトレイルランニングかなと思います。僕自身もそのいろんなウェア着てきましたけども、ファスナーについては逆に YKK 以外何があるのかっていうぐらい全部 YKK って書いてあるので、ファスナーといったら YKK っていう印象は強いですね。トレイルランニングのウェアで扱う場合だと、やっぱり一番求められるのがレインジャケットに使うのがいいのかなというふうに思っています。指先の操作性が失われるシーンとしては、すごい寒かったりだとか雨が降っているっていう環境下だと、マグネタイプのような着脱しやすいファスナーがあるとすごい便利かなというふうに思っています。まあ、そうすると今度ねここの部分が止水タイプになる方がいいと思うので、止水タイプに対応したマグネットタイプを開発してくれるととても嬉しいかなと思います。でこれから僕がその取り組むアパレルに関しては、まあ、僕自身が実際にそのアスリートとして使えるものを作りたいと思っていて、まあ、さっきのマグネットタイプのように過酷な状況でも使いやすいようなものをうまく採用できたらなというふうに思っています。自分自身この競技をやっていてもそうなんですけど、なかなかここまでハードなスポーツってないと思うんですよね。環境もそうだし距離に関してもそうだと思うんですけど、やっぱもっともっとこのスポーツに注目してもらいたいなっていう思いがあるので、まあ、僕自身も新しく環境を変えたりとかっていうのもありますけども、自分自身の活動の幅を広げていくことで世間からの、ね、注目をもっともっと集められたらなというふうに思っています。であとはやっぱりこのスポーツトップアスリートだけでやっていけるっていう環境ではないので、まあ、これからのね僕に続く若い選手たちにもっとその競技に集中できるような環境を作っていくためにも、いろんな企業さんだったりとかに、ね、注目してもらえるように僕が今いろんなところに顔を出して露出していけたらなというふうに思います。今そのトレイルランニングといってもいろんなカテゴリーだったりとかそのシリーズ戦だったり世界選手権があるので、まずその一つ一つで勝っていくっていうことも目標にしつつ、トレイルランニングの中でもその100マイルっていうのがウルトラの中のスタンダードだと思うんですけど、100マイルに関してはまだ未体験のところなので、まあ、そこにもいつか挑戦したいと思っていますし、また新たなね山の魅力っていうのも見つけることができると思うので、僕自身もっともっと山を楽しむためにこのスポーツをね続けていきたいなというふうに思います。